お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBM ベースボールカード中日ドラゴンズヒストリー開封動画パート2、今度は7袋目でございます。早速ね、7袋やっていきたいと思います。最初ね、後編の1袋目でございます。平田良介、外野手でございます。川又米俊、外野手でございます。井端弘和、これは内野手でございますのカードでございます。田之倉俊夫、内野手でございます。で、中日ドラゴンズの球団の歴史ですね、悲願の初優勝した時のカードでございます。2袋目でございます。矢沢健一、内野手でございます。黄金期を支え53年ぶりの日本一になった時のね、カードでございます。で、山本昌投手のね、カードでございます。で、鹿島忠投手でございます。京田陽太、内野手でございます。現在横浜にね、在籍しております。3袋目でございます。佐藤充投手でございます。上原明投手でございます。で、星野監督のこちらね、カードでございます。で、谷繁捕手のカードでございます。日向達彦捕手でございます。4袋目でございます。福留孝介、外野手でございます。渡辺博之、内野手でございます。で、大島洋平、外野手の、ね、カードでございます。近藤真一投手でございます。杉本忠投手でございます。5袋目でございます。松本幸綱投手でございます。西本隆投手でございます。で、球団の歴史ですね、恐竜打線でペナントを奪取した時のカードでございます。で、巨人の V10 を阻止し20年ぶりに優勝した時のカードでございます。で、彦野俊一、外野手でございます。6袋目でございます。大島康則、外野手でございます。井端弘和、内野手でございます。で、井上弘明、外野手でございます。で、田尾康史、外野手でございます。初代楽天監督でございます。木下拓也、捕手でございます。で、最後の7袋目でございます。小野和幸投手でございます。野本圭、外野手でございます。正岡慎二、内野手でございます。さっきね、忠岡って言ったと思いますけど、その辺ね、大変失礼いたしました。正岡、ね、慎二、内野手でございました。中俊夫、外野手でございます。
で最後落合英二投手でございます。以上で2021BBM 中日ベースボールカード中日ドラゴンズヒットリーの開封動画7袋終わりたいと思います。で今後なんですけど、今度はねヒストリー系のカードはこのライオンズ編もね近日発売されるので、お金がありましたらこのライオンズ編のヒストリーもねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。